こんにちは、柴田です。今回はヤマハのサイレントギターをレビューいたします。おはようございます。サイレントギターはね、こんな感じなんですけれども、皆さんね、一度はご覧になったことはあるんじゃないかなと。楽器屋で実際に見てなくてもネットとかではね、結構見かけますよね。で、実際にどんな感じなのかっていうのをですね、ご紹介いたします。まずはですね、どんな感じで収まっているか。これね、ソフトケースなんですけれども、専用のソフトケースになっております。これをですね、開けていきましょうかね。こういう風に収まっておりまして、これがまあ軸になる部分ですよね。こんな感じです。半身状態になってます。そして、これですね。こちら、これがボディになっております。これボディっていうのかな、サイドですね、ボディサイドで、これはくっつけていくんですけれども、ここにね、エンドピンがあるんで、カチッとで、くる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 と回して、で、こっち側もカチッとで、くる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 と回すと、これで完成です。じゃあちょっと寄って見ていただきましょうかね。ご覧の通り、ボディは空洞になっておりまして、サイドのみ、これはね、マホガニーとメイプルが表に、この薄い木がね、薄い色の木がメイプルで、でマホガニーですかね、これはね。メイプルドップマホガニーバッグになるのかな、これどうなんだろう。でネックはマホガニー、非常に綺麗な目のマホガニーです。太さもしっかりしていて、本当アコースティックギターのネックみたいな感じです。で、指板はローズウッドですね。重さはなんと2キロ、非常に軽いです。そしてスリムと。でもね、こうやって抱えた時のね、感じは全然ね、ギター担いでんのと何の遜色もないような、違和感ないこのフォームですね。だから結構こう肘がしっくりくるんで、ボディが軽すぎるとか、なんかこうヘッド落ちするとかっていう感覚も全然ないです。ではコントロール部分見ていきましょう。電池ボックスがありまして、そして電源ですね。この電源は何かというと、これですね、これね、チューナーなんですよ。めちゃめちゃ便利ですよね。そして EQ がついていて、ピックアップが2つあるので、それをミックスできるようなつまみもあります。で、リバーブ、コーラスをかけれるようになっていて、 AUX のボリュームで、イヤホン端子という風な感じで、 AUX の端子は逆側、こっちについております。なので、スマホをですね、この AUX 端子に挿して、で、イヤホンを耳につけてですね、スマホから音楽を鳴らしながら、こうやって弾くことができると。オーディオインターフェースやマルチエフェクターがなくても、これ一本でそういった遊びもできます。じゃあちょっと生音鳴らしてみましょうかね。うん、銅鳴りがないので弦鳴りなんですけれども、ネックがね、マホガニーでしっかりしているので、まあそれなりにね、なるなと。エレキよりは大きい音で鳴ってる感じですね。テンション感もね、なんかアコギに似てますね。握りもね、アコギなんですよね。ではアンプにね、つないで鳴らしてみましょうかね。アンプはね、この一番お手軽な感じのフライ3でやっていきたいと思います。リバーブを、リバーブね、もう一種類ありますよ。こっちの方が深い。うん、いいね、いいね。で、コーラスもかけれます。
めちゃいいな。ちゃんとアコギですよね。ちょっとピックアップをブレンドしてみましょうかね。ちょっと今マイクを足した感じです。結構弾きやすいです。結構いろんなジャンルにいけそうな感じですね。ちょっと EQ をね、いじってみましょうか。はい、はい、トレブルを上げます。設定できますよ。アンプはね、全部フラットにしているので、ちょっとシャリッとした感じにしてみましょうかね。うんうんうん、ちょっとファット感を出してみましょうか。普通にいいなというふうな感じです。持ち運びもね、非常に便利だし軽いので、まあ色物のトラベル用かなと思いつつもですね、全然ライブとかでもがっつりいけちゃうような、通常のアコギとして使えるような感じのギターです。まあさすがヤマハって感じですよね。使い方もね、非常に簡単だし、こうイヤホンでね、家でね、サクッと鳴らして楽しむこともできるので、ぜひぜひ気になった方はお店で試奏してみてください。サイレントギターでした。ご視聴ありがとうございました。シーバルでした。